アンドリュー・オースティン・トリグスはアメリカ合衆国テネシー州ナッシュビル出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。現在はフリーエージェント。メディアによってはトリグスとも表記される。2010年の MLB ドラフト24巡目でクリーブランド・インディアンスから指名されたが、この時は入団せず。2011年の MLB ドラフト21巡目では、 サンフランシスコジャイアンツから指名されたが、この時も入団せず。2012年の MLB ドラフト19巡目で、カンザスシティロイヤルズから指名され、プロ入り。契約後、参加のパイオニアリーグのルーキー級、アイダホフォールズチュカーズで、プロデビュー。A 級、ケーンカウンティクーガーズでもプレジ、2球団合計で22試合に登板して1勝1敗、4セーブ。 防御率1.76,51奪三振を記録した。2013年は、A 級ウィルミントンブルーロックスと AA 級ノースウエストアーカンソーナチュラルズでプレイし、2球団合計で43試合に登板して6勝3敗、9セーブ、防御率2.28、73奪三振を記録した。2014年は、A a 級ノースウエストアーカンソーとトリプル A 級、 オマハストームチェイサーズでプレーし、2球団合計で44試合に登板して4勝3敗、20セーブ、防御率2.90、38奪三振を記録した。2015年4月4日に、金銭トレードでボルチモアオリオールズへ移籍した。この年は、AA 級、ボーイベーソックスでプレーし、43試合に登板して、 デーショー2敗17セーブ、防御率1.03、70奪三振を記録した。オフの11月20日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために、オリオールズの40人枠入りした。2016年3月13日に、ウェーバー工事を経て、オークランドアスレチックスへ移籍した。開幕は、参加のトリプル A 級ナッシュビルサウンズで迎え、4月25日に、 メジャー初昇格を果たした。同日のデトロイトタイガース戦でメジャーデビュー。その後は何度も降格と昇格を繰り返しながら、主に敗戦処理で起用されたが、いまいちな投球内容が続いた。しかし、シーズン後半から先発で試したところ、高騰。防御率はリリーフでは5.58、先発では2.81だった。 この年メジャーでは24試合に登板して1勝1敗、防御率4.31、55月三振を記録した。2019年7月31日にディフェとなり、翌日の8月1日に自由契約となった。2020年1月6日にサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。八月二日に、 メジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。8月12日にディフェとなった。2020年8月19日にウェーバー工事を経てボストンレッドソックスへ移籍した。10月26日にマイナー契約となり、同日に自由契約となった。サイド気味のスリークオーターから投じるツーシームとスライダーを武器に低めに集めてゴロを量産するグラウンドボールピッチャー。 ありがとうございます。